実質真の戦いはこれが初めて。あっとゴングと同時に仕掛けた、顔面へのハイキック、いきなり始まりました。キックの打ち合い、ロープに飛んで、あっとドロップキックにして逆さまにして、反対側青コーナーから何が出るのか。あっと膝が飛んでった。そのベルトに今後誰がこう挑んでいくのかというところにもこう興味が集まるところですね。そうですね、こういうもの全てがね、そういうふうにつながってきてる。 GH ジュニアタッグ選手権、その前にあった小橋長野の初のタッグ、それよりも後のこのセミファイナルですね。杉浦選手すごいいい顔してますね、はい、あそして踏み潰して、おっとこれで火がついたか。エルボー、エルボーの打ち合いになりました。おっと2位を当てがった。さあそして、さあそしてウサコドンでジャーマー、首投げ、さあ逆転だ、逆転だ、もう一丁、なにわのファンに煽られて、もう一丁いった。あっと一声かけてハイキック、そして身長差がこれだけあるんですが、杉浦のハイキックは届くんです。さあ持ち上げられるか、持ち上げられません。さあそのまま高山がくるっと一回転、おっとローリングスパット、これは珍しい。さあ投げたプレーパスター、そしてこの大阪のファン、こういった、さあ